こんにちは、木下ゆうかです。牡蠣をね、めっちゃ高く積んだ動画をちょっと前出したと思うんですけど、今はその夜です。夜はですね、広島市内に移動してきて、広島市の牡蠣船かなわさんにやってきました。こちらではね、土手鍋を食べたいと思います。なんとですね、このお店は実は船なんです。川の上にお店が浮いてます。素敵ですね。川の上にね、浮いてるお店で、そこで牡蠣のご飯がたくさん食べられるんですよね。でもちろん私があの時たくさん食べた金輪水産さんの牡蠣を食べられるんです。もう最高ですね。今日は素晴らしい一日です。私ね、実はね、土手鍋って初めて食べます。なんか牡蠣が入ったお鍋は食べたことがあったんですけど、この土手鍋って皆さん知ってますかね。お味噌と牡蠣が入ってるお鍋で土手鍋らしいです、はい、じゃあ食べたいと思います。いただきます。牡蠣船かなわさんの名物のおかみさんが今日は特別にやってくれます。もう素敵ですね。おかみっていうタレントなんでしょ。もうそっとしとくよ。おかみいなく。見てください、この牡蠣もね、めっちゃプリッとしててすっごい美味しそう。牡蠣ときのこと白菜と三つ葉と生麩とおネギが入ってますね。あとここにお豆腐がいます。こちらをね、今日は5人前いただきたいと思います。もう幸せです。はい、完成しました。もうめちゃくちゃ美味しそうです。いただきます。じゃあちょっと食べさせてもらいます。はい、牡蠣めっちゃ美味しそう。プルプルです。最高です。もう旨味がね、ギュッと詰まってます。もう噛むと牡蠣が口の中に溢れますね。ミルキーでめっちゃ美味しいです。あー、このスープも最高ですね。椎茸です。ご飯が来ました。いや、もうご飯と絶対合いますよね、この味は。うどんもめっちゃ美味しいでしょうね。締めはうどん。ご飯とめっちゃ合います。最高です。このご飯と食べると最高です。じゃあ次、もうそろそろおうどんも行きたいと思います。めちゃめちゃ美味しそうですね。いや、もう絶対美味しいでしょ。っていうか有機小麦なんですね。美味しいです。もう小麦の香りがすごいいいです。このやっぱりもう牡蠣が溶け込んだスープで食べたら最高ですね。全部あともうこれだけです。牡蠣がね、残ってました。最後の1個です。もう美味しいです。もう牡蠣美味しいですね。完食です。ごちそうさまでした。牡蠣の土手鍋めっちゃ美味しかったです。もう私多分初めて食べたんですけど、かなわの牡蠣の土手鍋最高でした。一日昼からね、牡蠣三昧でも最高でした。もしかしたら私が今日一日で食べた牡蠣の量が今まで生まれてきてから食べた牡蠣の量より多かったかもしれないですね。もう最高でした。牡蠣天国でした。でとっても美味しいので皆さんもぜひぜひ食べてみてはいかがでしょうか。本日もご視聴ありがとうございました。私にやってほしいことや食べてほしいものがあったら、よかったらコメント欄などで教えてください。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録ぜひぜひお願いします。バイバーイ。